けど。いやー怖えー。めっちゃ重いこれ。ハンターいた、ハンターいた。嫌だ、嫌だ、嫌だ、死にたくない、死にたくない、やめて、やめて、やめて。ゲーム前、ハンターボックスの前に集められた4人の逃走者。そこには、恐怖のオープニングゲームが待ち受けていた。ハンターボックスまでは15メートル。彼らは一人ずつ前に行き、ボタンを押さなければならない。5つのボタンのうち4つは押すとスモークグレネードを入手できる当たりのボタン。しかし外れのボタンを押すとハンターが放出し、ゲームスタートとなる。なお4人全員が成功するとハンター放出まで30秒間の猶予が与えられる。じゃあ私行くよ、ね、私行く、行く、最初の挑戦者はアロエ。やったね。あいつちょっと構えたぞ、あのハンター。ねえ、ほんと構えたよね、今ね、動いたよね。ちょっと待って。クリアか、ハンター放出か。オッケー。3、2、1、よし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 、オッケーオッケーオッケー、さよなら。クリア。じゃあね。バイバイ、頑張って。健闘を祈るべ。やった、1番に押してよかった。できるだけハンターから遠ざけたいね。残るボタンは4個。2人目はフォックス。いくよ、俺赤だから、俺赤だから赤押すよ。外れのボタンを押せばすぐさまゲームがスタートする。赤真ん中、こいつ仕込んでそうなんだよね。行くぜ。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。フォックス、クリア。残るボタンは3個。じゃあ次俺ね。3人目はケバブ。あ、いいよ、どうぞ。あえてここは、こっち2つ怖いから、俺、一番端行くわ、このオレンジ。クリアか、ハンター、放出か。押します。さあ、1、ケバブ、じゃあな。クリア。ああ、じゃあな。残るボタンは2つ、確率は2分の1だ。最後の挑戦者はおこげ。俺一人だけになっちまったよ。どっちだ、あゆならどっちを選ぶ、どっちから解放する。クリアか、ハンター放出か。1、ドン。おこげ、クリア。あれ、あ、やった。なんと4人全員が当たりのボタンを押し、有利な位置からゲームをスタートできる。これより30秒後にハンターが放出する。25秒、オッケー。いやー怖いなー。オッケー、じゃあまたね。またね。いや、これみんなアイテム取ったな、すごいぞこれは。さあ逃げ切れるといいな。まもなく悪夢のゲームがスタートする。30分間の逃走劇が幕を上げた。開始直後、同じ場所に集まる逃走者たち。みんなここにいるやんけ、みんなそこにいるやんけ。マジけ、シッ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 、ここ俺が撮ってんだから。へえ、始まっちゃったな。いやでも順調な滑りらしい。ケバブは一人群れから離れて行動する。なんでこんな何人もいるんだよ。多すぎな。多すぎ多すぎ。怖いな。どこが一番いいんだろう、隠れる場所的には。窓枠にね、登れたらかなり強いんだけどね。
まだハンターいないよ、多分わかんないけど。うわあ！俺が一番最初の遭遇者か、これもしかして。いや、俺はまだ捕まりたくない。開始わずか1分半で確保。あ、ケマちゃん捕まっちゃったんだ。マジ早くない？まだ開始2分だぜ。迫り来るハンターの恐怖、最後まで逃げ切ることができれば商品を獲得できる。それがラン・フォー・マネー。今回の舞台は東城の城下町。四方を城壁に囲まれ、中央には時計台がそびえ立っている。広さはペイペイドーム約1個分。敷地内は唯一時計台のみ侵入可能だ。ゲーム時間は30分。最後まで逃げ切ることができればチロルチョコ2個分を獲得できる。ただしエリアには1体のハンター。彼に捕まれば商品はゼロ。配信者おこげは逃走中をよく見ていたようだ。まさかこうしてね、ゲームの中で逃走中に参加することになろうとは夢にも思わないよ。やばいぞ、いたぞ今、チラッと見えたよ。一方フォックスは逃走中を今まで見たことがないらしい。ハンターは驚異的なスピードとジャンプ力を持っている。逃げ切るのは容易ではない。いや、もう動けないわ私。メールが来た。なんだろうか。ミッション1、はい。エリア6カ所に逃走者が通行できないバリアが張られた。残り20分までにエリア内にあるボタンを押して解除しなければゲーム終了までバリアが残り続ける。マジか。バリアを解除せよ。エリア6カ所にバリアが張られた。このままではゲーム終了まで逃走者が通行できない。阻止するにはエリア3カ所にあるボタンを押しバリアを解除しなければならない。1つのボタンで解除できるバリアは2つ。制限時間は残り20分までだ。どうやらね、時計台に1個あるみたいだから、俺は時計台のやつを解除しに行こうかな。バリアは解除するに越したことはないので。マジか、行くわ。ボタンのところ3人全員がバリア解除に向け動き出す。こう雪のね、山を眺めながらピッツァでも食べましょうかね。あーうめえ、ピザうめえ。時計台付近にやってきたフォックス、近くに足音する。どこにいるんだあいつ。ハンターの居場所が、やばい、間違えちゃった。くないから。おお、びっくりした。あれ姉さんだ。あ、びっくりした。意外と臆病なようだ。ハンターは神出鬼没、いつどこから来るかわからない。北門付近までやってきたおこげ。おいあった、これかな。バリア解除。おこげの活躍により北門付近のバリアが消滅した。北門付近のバリアが消えた、ナイス。北門付近のバリアが消えた、オッケー。偶然ケバブが落としたスモークグレネードを見つけたフォックス。近くにないよね。多分行くなら今がチャンスだ。いや、足音するな。時計台に集まる二人の逃走者。姉さんがいた。どっかあるこの辺。二人の近くにハンター。もしかしてだけどこっち側にあるとかじゃないよね。
いた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 、ハンターいた、ハンターいた、ハンターいた。運よく見つからなかったようだ。ハンターおった、ハンターおった、あっち行った、あっち行った、あっち行った。これさ、妹の音ってさ、みんなに聞こえるのかな。ちょっと上で鳴らしとこう。ひえ。あ、待って、そこもバリア張ってあるから。なんか落としなかった、気のせい。あ、フォッちゃんだ。あんなとこにフォッちゃんがいる。近くにいる。めっちゃ近い、めっちゃ近い足音が。見つかった。あぶない、やばいやばいやばい、今いた今いた今いた。アイテムをうまく使い、ハンターの視界から免れた。巻いた草やぶねー、今いた。死ぬかと思った。まだ時計台付近にいるアロエ。またもやボタンをスルー。あ、ちょっとバレるバレる、ここはバレる。バレルロードソードラゴン、バレルロードドラゴン、これは。バレルロードドラゴン、バレルソードドラゴン、バレルガードドラゴン、バレル。大丈夫ここ。うわ、びっくりした。ぽっちゃんか。俺さっき危なかったわ。めっちゃこの辺でね、巻いたんよ。さっきスモークグレネード撃ってたな。そうそう、この辺でスモークグレネード撃ったんで、あいつバカだから多分同じ場所を探しに来ないと踏んでね、戻ってんだけど。そのバカが。ボタンが全然見つからない。お前見つけた？戻ってきた、戻ってきた。来た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 。来る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 。高低差をうまく使い、ハンターの視界から逃れた。ちょっと待って、やばいやばい。あぶねー。ミッション終了まで残り30秒。このままでは時計台と南門のボタンが押されず、4つのバリアが残ったままだ。ダメだこれ、ミッション1個失敗するわ。いやー怖い。さっきのボタンだ。さっきボタンあったよね。ミッション失敗。ミッション失敗。時計台と南門のボタンが押されず、その付近のバリアがゲーム終了まで残り続ける。あーちゃー、携帯めっちゃ回ったんだけどね、全然なかったよ。マジで一個もなかった。いきなりミッション失敗。これにより逃走中の難易度がさらに上がった。これだったのかな、ボタンってなんかあったぞ。気づくのが遅かった。ここにハンター見えた瞬間、俺はもう見に来たなって思ったらスモークグレネード撃って逃げる。この角度で俺は待つ。次のミッションが来るまで俺は一切動かずに待つ。通信の状況が良くないのか、なんかちょっとよくラグいな。これよりおこげの画面はカクカクになる。ラグいっすな。今いた、今いた、今見えた、今いいチラリズムしてた。危な、怖。みんな何してるのかな。みんなとおしゃべりしたいな。みんなすごくね？俺だけこんな捕まっちゃったの。なんだ今の音。どこだ。
え、いる。いる。やばい、来る。逃げろ。いち早く気づき、見つからずに済んだ。突如エリアに巨大な球体が出現。この球体が逃走者たちを振り回す。押さないほうがいいか。メールが来た。なんだろう。時計台南付近に球体が現れた。残り10分まで球体を転がし北門のトリガーに当てなければハンターの身体能力アップする。バカじゃねえの。身体能力アップを阻止せよ。残り10分になるとハンターの身体能力が大幅にアップする。阻止するには時計台南付近にある球体を転がし北門付近にあるトリガーまで運ばなければならない。ただし球体は巨大で重い。ハンターに見つかるリスクが一気に高まる。時計台南付近、多分この辺だと思う。これだ、絶対これや。運よく球体近くにいたフォックス、すぐにミッションに向かう。もうなんか自分の足音すら嫌になってくるんだけど。おこげは画面がカクカクだ。北門トリガーに当てればハンターの能力が、は？どういうこと？一方アロイはミッションを読むのに苦戦しているようだ。ミッション失敗するとハンターのスピードとジャンプ力が大幅にアップする。時計台南付近の時計、あれや。球体付近まで来たフォックス、これよりミッションに挑戦する。めっちゃ重い、これめっちゃ重い。あ、これかミッションのボールってのは。頑張れフォー。まだいける。北門の鳥が、球体って何？行くしかないじゃんそんなの。え、びっくりした。あ、アロイ姉さんだ。アロイ姉さんだ、びっくりした。球体って何？球体って、球体、時計台の南付近ってことはこっか、ここからか、方角が。なるほどね。それを転がして北、逆側ってこと？向こう側？そう、そっちのトリガーに当てる。トリガーってなんのかな、ちょっと引き金って意味なんだけど、ちょっと待って、大丈夫か。球体を探している2人の近くに、ハンターの身体能力、ハンターそれアップしたらダメじゃない？アップしたらダメだね。もう足速くなるし、多分ジャンプ能力も上がるんじゃないかな。あ、マジか。会話に夢中でハンターの接近に気づかなかった。マジか、アロエ姉さんが死んじゃった。一人で球体を転がし続けるフォックス、残り 30m。 よし、これで姉さんの、捕まってしまった姉さんの分までしっかり俺が働かないと。ケバブはいいや。こんばんは。うわー、姉さんが来ちゃった。姉さん、どこで捕まったの？時計台のミッションが来てて、球体に当てようって、うん、おこげと喋ってた時にね、後ろから来てた。あらららら。だからおこげも危ない。あの、そのジャンプしてる音とかがすごい下に響いてね、敵なんだわ。めっちゃ敵。あー、ごめん、ずっと動き回ってた、うん、めっちゃ重いんだよ、このボール。北門のトリガーまでは残り15メートル。
めちゃくちゃ重い、めちゃくちゃ重いし、障害物にめちゃくちゃ引っかかってる。球体を見つけたんだけど、ちょっとハンターの居場所はちょっと読めない以上はちょっと動けないな。こっちも浮かずに。おこげはハンターを気にして動けない。ここじゃないの？これだ、多分これだ。頼むからこれで当ててくれ。よし、来た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 。オッケー。フォックスの活躍によりハンターの身体能力アップを阻止できた。だぜ、ミッション成功。ナイスフォだよ、これ多分。ナイスだよ。おっちゃんがやってくれたか。ナイス。いやー、多分今近くいたよね。メール来たぞ。時計台東付近に再びトリガーが起動した。3分以内に先ほど使用した球体をトリガーに当てなければエリアの3分の1が縮小される。マジで？エリア縮小を阻止せよ。再び時計台東付近にトリガーが起動した。これより残り3分以内に先ほど運んだ球体をトリガーに当てなければエリア南側の3分の1が封鎖される。ああ、南門と展望台が閉鎖されるんだ。東付近、時計台東付近、多分ここだと思うんだよ。ってことはここを通って持ってけばいいはず。封鎖すごいじゃん、3分の1結構だね。時計台東付近まで持っていかないといけない。大変じゃないこれ。ミッション終了まで残り約2分。このままではエリアの3分の1が縮小されてしまう。でもあの辺りってさ、正直あれじゃないのあのバリアで封鎖されてるし、いらなくね。ここで祈っててもよくない？フォックスはミッションに消極的なようだ。一方、これはミッションにノリノリだ。これか。こうやって動かすんか。あ、違う、おこげが運んでるんだ。しかもこの球体やたらでかいからマジで目立つ。見つかった。いた、今いた。よくないな、これは。ミッションに夢中でハンターの接近に気がつかない。いたのか。やばい、音が音がすごい、足音がすごいよ。逃げた先はバリアだ。あ、マジバリアか。もうやだ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 、死にたくない死にたくない。やめて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 、許してください許してください。謝りますから絶対に許してください。お願いします、助けてください助けてください。謝りますから絶対に助けてください。あー、マジバカにバカ。ミッションに参加しても捕まっては意味がない。おこげがやられた、マジか。残りはフォックスただ一人。ミッション終了まで残り10秒。お、これでいい。強いあいつ、すげえ。なんと残り2秒でミッションクリア。これによりエリア封鎖は阻止された。残りはフォックスただ1人。ゲーム終了までは残り8分。あー、来てる、おこげくんがロヘアに来た。やられちまったよ、おこげくん。
コエ君めっちゃ今回頑張ったね。頑張ったけど本当にもうなんか恐怖との戦いだった。もうあんなでっかい球体動かしたらもうバレること間違いなしだから本当に。そっかそっか、じゃあフォア肝も座ってるんだな。このポジション強いぞ。このポジションは強い。こっちとこっちしかいない。今通ったあいつバカや。そのバカがリターン。いるいるいる。こっち来る？来るなよ来るなよ。運よく見つからなかったようだ。オッケーオッケーオッケー、あいつ逃げた。しかし悪夢はまだ終わらない。時計台の音なのかシンプルに足音なのかが分かんないからすげえ怖い。分からん時計台の音が紛らわしい。これ足音今のめちゃめちゃ危ねえ。そしてここでやられたんだね。この終盤でも集中力は切らしていない。ロー、うわあ。てめえ、よくも俺を捕まえやがって。いや、みんな一緒の牢屋がいいです。あ、そうやった。全然アイテム使わんもんみんな。ああそうだった、忘れてた。スモークグレネード持ってるの。おこげもなかなか使わんなと思って。いや、てかさ、あの最後のね連続ミッションね、まさかクリアされると思わんかったよね。すごいよね。閉鎖して球体の。いやー、ちょっとじゃあもう一回私出ますね。いってらっしゃい。はーい、捕まえなくていいからね。いってらっしゃい。鬼もハンターも俺がここでクソイモプレイをかましてるとは思うまい。あのバカめ。しかもこっちにはまだスモークグレネードが2個あるんだ。みんなの意思は俺が継ぐ。フォックスの近くにハンター。ちょっと待って、マジで怖えんだよ。まだ5分もあんの、バカじゃないの本当に。だった。フォックス、逃げ切れるのか。潜入中第2弾、制作決定。次の舞台は、とある宗教都市。前回よりも、ステージ、ギミックがさらにパワーアップ。潜入中第2弾、宗教都市編は9月公開予定。また、第1弾となる豪華客船編は再生リスト、または概要欄から。ゲーム終了まで残り5分。忍び寄る黒い影。逃げた、危ない。ハンターはまだ近くにいる。この角逃げ道に1個ある。こいつ越えれるんかい。みんなの思いを背負い粘り続ける。またもやハンターの視界から逃れた。
こっち通れねえんか。あ、いた、もういた、もういた、頑張れ。おお、頑張れ。ゲーム終了まで間もなく3分。残り3分、どこで逃げ切る。いつものゴールデンポジション戻るか。俺が最初にやつを巻いたところに。スモークグレネードあと1個あった。ここに来てアロエが落としたアイテムを見つけた。すぐ真下にハンター。逃げ切れる。まだ消えるな、まだ消えるな、まだ消えるな。よし、巻いた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 。フォックスの足音が鳴り響く。あかん。ゲームオーバー。あったー。僕。ああ、こっちか。無理や。無理や。あのね。君ら早く捕まりすぎなんだよ。ねえよ。くっそ、しかも誰もさ、スモークグレネード使ってないやろ。あれ拾ってたの？拾ってたよ、みんなの探して拾って、それでずっと逃げてたのに。あの鬼め。